エラズマス・ダーウィンは、イングランドの医師、詩人、自然哲学者。ロバート・ダーウィンの父で、チャールズ・ダーウィンの祖父。ノッティンガム付近のエルストン・ホール生まれ。ケンブリッジ大学とエディンバラ大学で学び、内科医の資格を取得した。一般に、チャールズ・ダーウィンが進化論を唱えたとされているが、実際には祖父であるエラズマスが、進化という概念を生物学に持ち込んでいる。 王立教会やフリーメイソンの構成員であり、ルナ教会の中心人物でもあった。チャールズ自身は、緩やかな変化などを用いた表現が多く、進化という言葉自体を大きく嫌っていたらしい。有名な種の起源においても、その第五半にまで進化という単語は存在しない。チャールズが祖父を大きく嫌っていたため、と見る向きもあるが、エラズマスの論が、実施や実験、 経験を軽んじているがため、とチャールズ自身は表している。ただ、チャールズが当初系統発生に、エラズマスの提唱したエボリューションの語を当てなかったことに、関して、当時のエボリューションという語の示す概念は元来個体、発生、特に全生説的個体発生概念において、あらかじめ用意された個体の構造が、 展開生成するプロセスを指していたのを後になって、系統発生のプロセスを指す後に遠慮したものであったことはもっと注目されて良いだろう。チャールズの種の起源で展開されている議論は、系統発生と進歩を区別し、その定められた方向性を否定するものであったからである。つまり、チャールズの進化論の内容とエボリューションの本来の語義は、神話性が良いとは言えないのである。 ヨーロッパでは18世紀後半にロマン主義が台頭し自然に対する美意識が大きく変化した時代だった。同時期にカールフォン・リンネの分類学を通じて植物学の知識が広く開放された。イギリスでもリンネの分類学は注目されたがそのポイントとして植物の生殖器官である花の形態によって多くの植物を分類整理できたことにあった。 エラズマスは1791年にロマン主義文学と輪廻の植物学を融合させた、壮大な物語史植物の園を発表した。植物の園は、詩の本文よりも、原中の方が、はるかに多いという異様な形式を持つ。本文が、精霊や妖精といった神秘論的イメージにあふれる、一方で、注釈は詳細かつ科学的厳密性を持ち、 斬新な仮説の展開も行われている。新しい植物学が当時の人々に与えたグロデスクな幻想を科学と神秘を混合させて雄弁に表現した作品である。植物の園は発表当時からあまりにもエロティックであると批判を受けた。エラズマスは批判に対してリンネの分類学の本質こそそのエロティシズムにあるのだとして譲らなかった。 https://royals, ociet, y p u b l is, h, ing.orgslash doi//10.1098/snr.1959.0004https://freemasonry.bcy.sa/byokrapy.rwini ダーウィン EHTML、ハット ABCD アラマタ1990、ピアニッシモ、141から 144? 西洋博物学者列伝ロバート・ハクスリー有所館159ページ、ひどいどもりで魅力のある人物とは言えなかったが、客までの人付き合いはうまく、くどきの名人でもあった。ありがとうございます。